僕2チャンネラーだったんで、はい、最近粗品が YouTuber のことも結構言ってるじゃないですか。粗品さんの発言が鬼越さんにも影響してる？裏方でそのいろいろこう お騒がせするっていうのやってて、今表に出てお騒がせするのをやってるみたいな。もう始まりますか？はい。というわけで、今回は鬼越トークさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はじめにこっちで配信して、なんかその後収録みたいな、なんかそういう手はずらしいですよ。あ、そうですね。あ、よろしくお願いします。すいません、始まる10秒前ぐらいに登場するもんで、打ち合わせとかも全くできず。全然大丈夫です。全然。今、フランスですか？あ、はい、フランスです。いいっす。あ、フランスから。あ、まあ、基本的に大体リモートなんで、大体僕が出るときフランス。はい、トマークさんって、なんか2、3回ぐらいリモートでアベプラで一緒にやってますよね。一回、あとアベプラで一回と、あともう一回ロンパ王でしたっけ？ああ、あれか。はいはい。で僕は多分ギャルか清楚か女性どっちがいいみたいなのを多分ひろゆきさんとやるしもらって。そうだ、俺なんだっけな、ゆうちゃんは芸人と結婚するかしないかみたいな感じですかね。そんなんありましたね。そうです、そうです。もうあんだけ論破してたら覚えてないですよね、ひろゆきさん。いやいやいや、でもなんかでも それ言うと、だからいろんな仕事をしてるわけじゃないですか。でいろんな人に会うわけじゃないですか。結構覚えてますね、はい、この時この人とこの会話したとか。いや、全然覚えてないですよ、僕らも。でもやっぱさすがに、ひろゆきさんは忘れません。あ、ひろゆきさんは忘れないですね、やっぱり。そのなんかね、どうでもいい人は結構忘れてますけど。僕2チャンネラーだったんで。あ、そうなんですか。それはまた。高校の時に、はい、プロレス版を荒らしてました。すいません。プロレス版を荒らして芸人になったっていう。プロレス版で、佐々木健介の試合がつまらないって書いてたの僕です。すいません。プッチトマトっていうハンドルネームで。かわいい。はい、あ、割とじゃあ、その裏方で、そのいろいろこう、お騒がせするっていうのをやってて、今表に出てお騒がせするのをやってるみたいな。そうですね。だから、芸風は2チャンネルです、僕は。ひどい説明だな、それ。はい。いや、2チャンネル、2チャンネルっぽいですよね。2チャンネル書いてあるようなことを結構喧嘩の文言で言ったりとか、普段言ってるんで。はいはい、うん。ちょっと似てるっちゃ似てるかもしれないですね。で、一回ひろゆきさんに、僕2チャンネルだったんですよ。うん、たら、ひろゆきさんがなぜか2チャンネルやってる人ってこういう見た目じゃないでしょう、みたいに言ってたんですよ。やっぱ電車男的な見た目でしょ、みんなって言って。いやいや。はいはいはい。結構ね、いかつい人もやってますよ。いかつい人っていうんですか、なんつうんですか、割とやってなさそうな人も、ね、お笑い版とかな、まあ、みんな芸人やってたもんな。そこで情報公開してたもんな。へぇー。なんか芸人さんって今時そのインドア派多いんですか？あ、多いですね。パリピが多いイメージ。あ、そうなんですか？いないっすよ。パリピなんかいないっすよ。パリピゼロです、今。なんかその、芸人ってほら、なんか人を楽しませる、面白がらせるとかで、割とその、クラスの中では、そのなんかモテてる明るい層がやるイメージだったじゃないですか。昔はそうですね。そうじゃないっすね。暗いやつばっかです。あ、大体、ボケとツッコミに分かれるんですけど、うん。ボケって暗いやつ多いっすよ。暗くて、学生時代も、ちょっとうちに秘めてて、こういうこと面白いのに表現できないなとか、学園祭とかで騒いでるやつ気持ち悪いなとか思いながら自分では面白いことやりたいなと思ったやつが覚悟を決めてなんか、まあ、NSC とかなんかお笑いの学校に入ってくるやつは多いですね、暗いやつ。ああ。でもその学園祭とかでみんなでわーってやってる人の方が人を喜ばせるというのは若い頃からできてるわけじゃないですか。はいはいはい。むしろそれが不得意だった人が、なんかテレビで仕事が得るって、なんかなんでその逆転しちゃうのかなと思って。まあでも、なんだろうな。ツッコミはだから多いですね、結構。パリピというか、ちょっとこう、学園祭やってた人が多いですけど、やっぱりボケの人は結構インドアな感じが、まあ、はい、ちょっと内に秘めた闘志というか、今特に大学お笑いと結構ね、有名になってますけど、あそこら辺の子たちは結構ね、陰キャの子たち多いですね。
はい、でも、そうすると陰キャだとツッコミが下手だったりしないですか？まあ、下手というか、場を和ませる力とか必要じゃないですか、ツッコミってなんか。その浜田さんとかそうですけど。うん、だから、それに比べて、ボケってなんか結構、才能つたらですけど、やっぱ一言でこう、笑わせるとか、そういう感じなんで、うん、ツッコミの方が結構ね、陽キャの人は多いかもしれないですね。その、鬼越トマホーク的にはボケとツッコミはどうやって決めたんですか？俺のがパリピだろ的な感じなのか、金ちゃん的には。いや、そんなことないですけど、僕ら割と二人とも陰キャみたいな感じですよ。はあ。で、より。二人とも、うん。はい。より陰キャの僕が、まあ、ボケって感じですね。陰キャと、はい。めっちゃ陰キャのやつで組んでます、ね。はい。陰キャ対決で、あ、ここまで陰キャじゃねえや、みたいな。俺は負けた形です、陰キャ対決で。だから突っ込みやってるっていう。陰キャじゃなかったら、人の悪口言わないですね、やっぱ。確かに、ハライチの、あの方とか、やっぱ陰キャ率なんかちょっと上がってる気がしますよね。そうですね。岩井さんとかそうですよね。うん。あれって、まあ、澤部さん、岩井さん、すごい分かりやすいじゃないですか。なんか、澤部さんの、その、天然な、なんか、どこ行ってもこの人人気者になりそうだなっていう感じと。はい。なんか、そう見ていくと、その、なんか、なんで陰キャが今、世間で受けるようになってるんですか？ああ、なんでだろうね。なんでなんですかね。やっぱ、でも、やっぱり、なんか、あの、学生時代に、鬱屈してた人って意外と多いんじゃないですか。陽キャに見せてたけど、実は陽キャのグループにいて合わせてただけで、うちに秘めるこ、いや、この真ん中にいるやつへの恨みみたいなのあったんじゃないですかね、みんな。まあ、恨みなの？慣れなかったなとか、憧れとかまでわかるけど、恨まれることはされてないですよね。ああ、でもなんか、ね、同じ給食費払ってんのになんであいつらだけ楽しそうに給食食べてんだろうとか思ってましたよ、俺。僕、じゃあ給食費の中には頼む。あれ？ひろゆきさんが止まっちゃった。止まっちゃいました。ネット回線か。あ、僕の方は映像来てるんですけど。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、僕の方は大丈夫です。はい。吉本って、うん、外部からのなんか、はい、外部から守るためにちょっとネット弱いんですよ、だいぶ。Wi-Fi が。なんで、いつも止まるんですよ。すみません。あ、いえいえ。でもその陰キャのままだったら逆にその人前に出たいって普通ならないじゃないですか。俺は人に好かれないんだってなると人前に出ない仕事をしよう、裏方にしようってなりません？ああ、でも裏方、うん、そうっすね。目立ちたいってやっぱあるんじゃないですか。どっかにあるんじゃないですかね、やっぱり。いや、でもやっぱ学生時代は目立てなくて、学生時代のヒエラルキーで言うとやっぱ下の方なんですよ。うん、で、一軍のやつとかを どっか見返したいって気持ちで頑張るっていうのはありますね。正直。はあ。でもその頑張りあるんだったら学生時代頑張っときゃいいじゃないですか。いや、学生時代はね、やっぱ、学生時代ってすごいちっちゃい村なんで、すごいなりづめで、そんな。すごいちっちゃい村なんでね、意外と頑張れないですよね。うん。はあ。あ、広い方が頑張れるんだ。広い方が、いろんな価値観があるじゃないですか。ああ、そっか。クラス40人の中では、酒井さん気に入る人いないけど、1万人になったら200人ぐらいいるぞ、みたいな。そうなんですよ。それが、そういう芸風ですね。僕らも。なんか、幅広ければ、だから、ね、まあ、お笑い界とか芸能界の中心にいる人は、未だに陽キャというか、それこそクラスでも、ナンバーワンになれるような人だと思いますよ。さんまさんとか。はいはいはい、はい。まあ。でも、さんまさんを国民全員が面白いと思ってるわけじゃないんじゃないですか、おそらく。そうですね、確かにね。はい。そこにね、別にさんまさんを、さんまさん別にそんな面白くないですけどねって言って、同調を得てるのが我々みたいな少数はぶってる芸なんで、結構簡単な芸なんですよ、割とやってることは。だから冠番組はいかないんだ。そうなんですよ。ひろゆきさん、僕らね、レギュラー番組ゼロですよ。そうなんだ。結構いろんな番組出てますけど、レギュラーはないんだ。
そうです。野良犬です、僕らは。自分たちの YouTube をレギュラー番組だと思ってます。YouTuber じゃん、じゃあ。そう、YouTuber ですよ。こんな悪口ばっか言ってる。だから、はい、最近粗品が YouTuber のことを結構言ってるじゃないですか。はぁ。YouTuber っぽいことしてるんで、粗品もうそろそろやめてくれ言うのっていう。もう、あげたじゃないですか。宮坂とももうやめてくれっつって。はい、はい。もう YouTuber と芸人どっちが面白いとかどっちが面白くないとかじゃなくて、はいはい、YouTuber にも面白いやついるし、芸人にもつまんないやついるでよくないですか？そうなんですけど。個人事業主なんで。めちゃくちゃ偏見なんですよね。ブラジル人全員サッカーうまいみたいな。わかりますか？こうだって。はい、そうだね、吉本の芸人の中にも、その YouTube がホームなんだ、鬼越さんって。そうです、もう。俺らは YouTuber 側ですからね。いや、YouTuber 側じゃないですけどね。まあ、YouTuber でも多分つまんないやつは、YouTuber っぽいことやってるってだけです。YouTuber でも全然つまんないやついっぱいいると思いますけど、多分面白い人も、そのね、やり方が違うだけですごい受けてる方もいないし、多様化なんじゃないですか。昔はなんか、そのさんまさんとかダウンタウンさんみたいに、天下が、うん、芸能界の天下が一個しかないのを、みんなそこ向かってね、生死みたいに頑張ってたと思うんですけど、うん、もう今もうちっちゃい天下がいっぱいあるって時代じゃないですか。はいはいはい。